スバル360は富士重工業が開発した軽自動車である。1958年から1970年まで、延べ12年間にわたり約39万2000台が生産された。航空機技術を応用した長軽量構造を採用し、また限られたスペースで必要な居住性を確保するための斬新なアイデアが数多く導入された。 その結果、量産型の軽自動車としては、史上初めて大人4人の乗車を可能とするとともに、当時の水準を超える走行性能を実現した。比較的廉価で十分な実用性を備え、1960年代の日本において、一般大衆に広く歓迎されて、モータリゼーション推進の一翼を担った。ゆえに、日本最初の国民車と考えられている。同時に、 マイカーという言葉を誕生、定着させ、日本の自動車史のみならず戦後日本の歴史を語る、上で欠かすことのできない名車と評価されている。模範となったフォルクスワーゲンタイプ1のあだ名となっていたカブトムシとの対比から、また、そのコンパクトにまとめられた、軽快なデザインから、店頭中の通称で庶民に広く親しまれた。二千十七年に撮影されたスバル百六十。 生産終了後も1960年代を象徴するノスタルジーの対象として、日本の一般大衆からも人気、知名度は高い。本モデルが初めての自家用車だったという中高年層が多い。こともその傾向を強める一因となっている。生産終了後、約50年近く経過しているが、後期モデルを中心に同体車も少なくなく、 愛好者のクラブも結成されており、今なお稀に路上を走る姿を見ることができる。スバル360発売以前の1950年代中期、日本における国産乗用車は複数の大手メーカーから発売されていた。しかしその価格は小型の 1000cc 級であっても100万円程度の価格であり、月収がわずかに数千円レベルであったほとんどの庶民にとっては、 縁のないものであった。軽自動車の規格自体は1949年から存在したが全幅は1.00メートルに制限されており、この数値は二輪車のバーハンドルよりも若干幅の広い三輪貨物車の荷台が過労じて成立するレベルで、もっぱら二輪車や三輪トラックを製造することを念頭に置いた規格であった。1950年には、 全幅1.30メートルに拡大されたが、エンジン排気量の制限があり、少なくとも1954年の企画改定時点までは本格的な四輪自動車を成立させるのは難しく、これに準拠して四輪の乗用車を製造する大手メーカーはほとんどなかった。史上初の四輪軽乗用車は、1952年に製造された 250cc 車、 オートサンダルと見られている。名古屋の零細メーカーである中野自動車工業が三菱の汎用短気筒エンジンを用いて手作業で製造したものでリアエンジン2人乗りのフリクションドライブ車であった。およそ通常の実用に耐えうる性能ではなく、1954年までに200台ほどを製造し、その後前輪駆動モデルの開発を行ったが、 量産化せずに生産中止したと言われているが、中野自動車については、冷裁企業のためほとんど資料が残されておらず、詳細は不明である。その後1957年頃までに、いくつかのメーカーが四輪経営乗用車の開発を行った。NJ、テルヤンなどはいずれも冷裁企業が、技術的裏付けの薄いままに急増した粗末なもので、長続きはしなかった。 元日産自動車社員で、野心的な自動車技術者の富谷隆一は、大手、折物メーカー参加の自動車ボディメーカーである、スミエ製作所で、長計量四輪軽自動車、フライングフェザーを開発した、リアエンジン V 型に気筒の 350cc に座席である。四輪独立喧嘩の採用は、ともかく、華奢な外観は、商品性に乏しく、前輪ブレーキがないなど、 性能的に不十分な面も多かった。数十台が市販されただけで製造中止となった。富谷は1956年に後輪を一輪とした FRP 製フルモノコック車体の 125cc にザ、キャビンスクーター、富士キャビンを富士自動車で開発したが、こちらもパワー不足と操縦安定性の悪い、失敗作で85台しか作られていない。 比較的真っ当な成績を収めたのは、自動食器メーカーから二輪車業界に進出していた、鈴木自動車工業で、1955年に、全輪駆動の 360cc 車、鈴木鈴ライトを開発した。これは、実質西ドイツボルクバルトのミニカー、ロイトイル P400 を、軽自動車規格に縮小したような設計で、外観も酷似していた。乗用車、ライトン。 ピックアップトラックの3タイプがあり、乗用車タイプは、名目上は、大人4人が乗車できたが、実際は、後部座席は、子供が、精一杯の広さだった。車重も 520kg と重く、加速もどん重なものであった。乗用車、ピックアップの販売は不審で、1957年には、後部を折りたたみ式一座とした3人乗りの、ライト版仕様のみとなった。 富士重工業の前身で、旧中島飛行機を前身とする富士産業は、群馬県大田市のドン流工場と、東京都下の三鷹工場において、1946年からスクーター、ラビットを生産し、実績を上げていた。また、群馬県の伊勢崎工場では1947年から、軽量なバスボディの製作で高成績を収め、1949年には、 アメリカ製のバスに習ったフレームレスモノコック構造のリアエンジンバスを日本で初めて開発している。いずれも航空機メーカーとしてのエンジン技術や金属モノコック構造設計に関する素地があっての成功であった。その後、1 9五十年には GHQ 指令による財閥解体で富士産業は計十二社に分社され、オ田タドン・リの各工場は 富士工業に、また、伊勢崎工場は、富士自動車工業に改組される。これら12社のうち、東京富士産業、富士工業、富士自動車工業、大宮富士工業、宇都宮車両の5社が、共同出資して1953年に、富士重工業が設立され、後出資した5社が1955年に、富士重工業に吸収合併されるという形で、統合された。 スバル360の開発以前に、富士自動車工業は1952年から普通乗用車の開発に取り組み、モノコック構造を備えた先進的な 1500cc4 度セダン、スバル1500の試作にまでこぎつけたが、再三面や市場競争力への不安から、富士重工業成立後の1955年に市販化計画を断念し、開発は頓挫している。 もっともスバル1500の開発は、技術人にとっての多大なデザインスタディとなり、後のスバル360開発にも大いに参考となった。富士重工業では1955年12月、スバル1500の市販を断念する決定を下したが、同日、当時三鷹製作所で生産していた 250cc のスクーター用エンジンの生産ラインを流用し、356 cc の軽自動車用エンジンを製造することと、これを元にした大人4人乗り軽乗用車、開発着手をも決定した。これは、当時の通商産業省が企画した国民車構想をしのぐ自動車である。1955年当時、日本製自動車の品質、性能は、欧米の自動車先進国と比較して、著しく低いものだった。1954年9月に、新、 道路交通取締法が施行され、全長全幅全高イコール3000、1300、2000という寸法はそのまま、2ストロークエンジン、4ストロークエンジンともに排気量が 360cc に統一された。この新規格に沿い、大きな資本力をバックに一定以上の完成度を備えて市販された最初の本格的な軽四輪乗用車は、 前述の通り1955年10月に発売された鈴木自動車工業のスズライト SF のみであったが当時の軽乗用車市場はまだ確立されておらずスズライトですら当初は月半数台というレベルで細々と生産されているに過ぎなかったその他何例か市販されあるいは試作された軽乗用車は技術力の乏しい中小零細メーカーによる未熟な製品化 ある程度の規模がある既存機械メーカーの手になるものでも技術的アプローチにおいて革新性を欠く製品が多かった。乗用車タイプのほとんどすべてが開発の容易な二人の利車であり、その最高速度は45時速 65km 程度の低水準に止まっていた。しかし富士重工業は大人4人乗車可能、路線バスの通る道はすべて走れる車という、 コンセプトの下、大胆な手法を持って、軽乗用車の開発に挑んだ。その計画スペックは、軽自動車規格の枠内で大人4人を乗せることができ、空車状態での総重量は 350kg、350cc 級の 15PS エンジンを搭載して、最高速度時速 80km を想定するもので、もはや従来の規制概念では、実現困難な内容であった。 また、使用目的として、オーナードライブ近距離走行向きスポーツより、実用本位通勤、業務、荷物の運搬にも適することが挙げられたエンジンの設計は、三鷹製作所が、また車体、シャーシの設計は当時バスの生産を行っていた、伊勢崎製作所が担当し、桃瀬進6を中心とするスバル1500の設計チームがそのまま新型車の設計チームとなった。 三鷹川のチーフは菊池商事、伊勢崎川のチーフは百瀬進六で、設計は主に伊勢崎川主導で行われた。当初はチャンネルフレームで組まれた試作台車にドライブトレーンを装備して試験走行するという手法でテスト走行を開始している。これはスバル1500で行われた開発手法を踏襲したものであった。古物コック構造の長距両者対抗部に 空冷エンジンを横置きし、後輪を駆動するリアエンジンリアドライブ方式を取り、サスペンションは日本で初めてトーションバースプリングを用いた極めてコンパクトな構造として、車内の客室用積確保を図った。タイヤは当時としては、異例の10インチサイズをこれまた新規開発させて日本初採用した。それまでの軽自動車、オートバイでしばしば見られた。 出来合いの繁用部品を仕入れ、組み合わせて製造する原始的アッセンブリー方式ではなく、目的達成のために部品一つ一つを最適化した形で新たに設計し、個々の部品開発にも自民とコストをオーブンに投入するレベルの高い近代的開発手法を用いた。10インチタイヤの新規開発やトーションバースプリングの導入はその最たるものである。 ネジまでもスバル364に独自に設計されており、富士重工業のマークの負の刻印を入れた純正ネジとなっていた。軽量化と客室スペース確保のためには、文字通り手段を選ばず金も惜しまず、コストのかかる加工法やアルミニウム合金、繊維強化プラスチックなどの高価な新素材も大胆に取り入れている。これらは富士重工と桃瀬進六の達見であった。 また、フルモノコック構造の採用は、軽量化対策として、スバル1500での経験を生かしたものであり、元航空技術者を多く要する富士重工技術人にとっては、自家や苦労中の技術とも言えた。駆動レイアウトについては、議論があった。重量、スペースに、制限のある超小型車において、プロペラシャフトは省略した方が有利であり、開発初期段階において、技術人は、 前輪駆動車かリアエンジン方式のいずれかの選択を迫られた。理論上のスペース効率では前輪駆動方式に長があり、車体後部をバンやトラックなど様々な形状に耐やすく設計変更できるメリットがあった。この時代、すでに前輪駆動方式は実用化されており、キ、スズライトのように日本での先行支犯例も存在した。このため、計画段階で 三鷹製作所の菊池商事らは前輪駆動を主張していた。だが前輪駆動車の場合、旋回中にも滑らかに前輪への駆動力を伝えられる等速ジョイントが必要になる。1950年代中期の時点では耐久性とスムーズさを両立させた等速ジョイントを低コストに量産できる状況になく市販されていたヨーロッパの前輪駆動車でも ジョイントの耐久性不足と操縦に悪影響を及ぼす旋回時の特有な振動は最大の弱点になっていた。モもモススム6は全輪駆動の長所を実質しつつも、このような等速ジョイントの問題によって開発が難航するであろうことを推察し、1950年代中期におけるより堅実な手法として、すでにフォルクスワーゲンなど多くの類例が見られた。 リアエンジン方式の採用を決定した。フォルクスワーゲンタイプ1にも通じるリアデッキのないファーストバックスタイルの2ドア4窓、セダンボディ。日本の自動車業界において独立したフレームを持たないフルモノコック構造を量産車で実現した先駆的存在である。当時、自動車ボディを構築するための後半は最低でも0 8ト、mm、ルの厚さが必要と見られていたが、 これでは軽量化の支障となると判断された。そこで、それまで通常強度部材には用いられていなかった 0.6mm 厚の後半をボディ素材に採用した。それでも十分な強度を得るため、車体は平面部分を避け、全体に乱形と表現される局面で構成された。さらに、本体強度に影響のないフード等にはアルミ材も用いている。屋根については、 紙辺の枠だけあれば、モノコック構造の強度は保てる。そこで、天井部分は思い切って、当時の新素材であった GFRP 製とし、H 断面のゴムで車体に固定する方式とした。これによって軽量化できただけでなく、全体の重心が下がり、また車内に響くエンジン騒音を車外に逃せる効用も生じた。もっとも生産型では、 H 断面ゴムのみで固定したせいで走行中の振動によってプラ屋根が突然に外れる問題も発生し、ネジ止めの補強が加えられている。また必要に応じ屋根の縁にラジオ用アンテナ線を内蔵することも行われた。ガラスは重量がかさむこと、またボディ開口部を小さくする目的もあって、フロントのウィンドシールド及び側面窓は比較的面積が狭く取られている。 ユニークなのは、リアウィンドウで、ここには安全規格上、ガラスを用いる必要がないことから、透明なアクリル樹脂板で代用することにした。軽量化の効果はあったが、長く使用すると経年で変色が生じたという。ドアは、前席側のみの2ドアで、後方ヒンジ前開きとし、ドア開口面積を前輪直後まで確保して、乗降性を良好にするよう努めている。前開き式のドアは、 衝突時などにドアが開きやすい等の欠点があり、安全性の面からは、前開きは好ましくなく、このレイアウトは、後年には廃れた。前開き式のドアは、1950年代半ばには、乗降性の有利さから採用する自動車の例も多く、スバルが得意だったわけではない。愛嬌のある、乱型デザインには、強度確保も兼ねて、 フロントフェンダーからサイドに至る波形のキャラクターラインが添えられ、そのままでは腰高すぎるように見えかねない、サイドビューを軽快にまとめる助けになっている。ボディ設計の担当者は室田構造であるが、車体のデザインは社外の工業デザイナーである佐々木達造が当たった。戦前から船舶図書や建築などのデザインを手掛けてきたベテランの佐々木は、 バスボディのカラーリングを通じて、富士重工業とも関係があり、この縁から1956年5月に自動車デザインの依頼を受けたのである。佐々木にとっても初めての自動車デザインであり、彼はデザインと並行して自ら自動車免許を取得、日野自動車がライセンス生産していた当時の代表的小型車、日野ルノー 4CV を運転するなどして自動車の理解に努めた。 ボルクスワーゲンにと言われることの多いスバル360だが、随所のディテールを見るとむしろ、ルノー 4CV との近似性があるのは、ここにも一因があると思われる。佐々木は図面を描かず、模型を作るデザイナーだったため、デザインは、佐々木の作った1、5倍年度模型を元に、これを拡大した、10倍年度模型を修正して、石膏型を取るという方式が取られた。デザインベースとして、 富士重工で木型にボディ外角の限界目安となる釘を打ったものが作られ、1956年6月、初めに佐々木に引き渡された。佐々木はこれに粘土を盛り付けることで、デザインの原型作りに着手20日ほど後の6月21日には原型模型を完成させている。もっとも佐々木の原デザインはやや鈍重なところもあり、当該模型を製作するまでに、 桃瀬進六と富士重工社内デザイナーの永田秀明による手直しがかなりの部分で行われたという。当倍模型を用いた最終的なボディデザイン形成作業は富士重工の伊勢崎第二工場内で行われた。佐々木も1956年9月から3ヶ月にわたって伊勢崎に滞在し、桃瀬、永田らをも交えたデザイン作業に取り組んだ。 石膏模型は乾燥時に発熱するため晩秋から冬にかけての作業にもかかわらず工場内の関係者は暑さに汗をかきながら製作に当たったという。こうして完成したボディデザインは1957年3月完成の試作車で具現化し量産型にも踏襲された。試作車の構成ボディ製作では中島飛行機出身のベテラン板金職人たちの 巧みな手腕が発揮されている。なお自動車の客室スペースの検討に際して、通常はダミーモデルを用いるのであるが、スバル360の場合は設計者たち本人が自分の体でテストした。180センチメートル長の長身で足も長いモモセ、進むムとモモセより、背は低いが座高の高い室田構造とが自らシートに座って、 レックスペースやヘッドクリアランスのテストを行ったのである。その結果、1950年代後半のほとんどの日本人が無理なく乗車できるだけのスペースが確保されたのであった。従前の軽自動車のごとく大きな自動車の滑稽なまでに強引な縮小版ではなく、4人のレミニカーのためのデザインという大前提のもと、機能と直結したクリーンな形態が実現されたことは、 画期的であり、スバル360が日本の工業デザインの歴史において高く評価されている理由でもある。簡素ながら広いスペースを確保した車室内スバル360コンバーチブルの開放したルーフ越しに車外から撮影。初期系の車内はこれ以上ないというほどに簡素な車内で軽量化とコストダウンのためにあらゆる無駄が省かれている。 航空機開発の経験を先例として、可能な限り軽量化に徹した、開発人の意図によるものである。ステアリングホイールは強度に、問題のないギリギリにまで部材を細身に削られており、軽機類は、ステアリングポスト上に配置された、スピードメーターとその中の積算距離計が唯一である。これまた最小限のスイッチ類が薄い、ダッシュボード全面に備わる。ダッシュボード下には、 車体全幅にわたるトレーが設置され、荷物スペースの一助となっている。ドア窓は当初、横引きスライドの引き違い窓だったため、ドアパネル部分は客室内部用積の一部としてうまく活用されていた。フロントサスペンションにトーションバーとトレーリングアームの組み合わせを用いることで、前席足元のレックスペースは、前車軸中心線より前方にまで及び、前輪のタイヤハウスによって、 片側を圧迫されはするものの、ともかく大人が足を伸ばせるだけの最大長確保に成功している。運転席足元は右足側をタイヤハウスに取られているため、アクセルブレーキクラッチの各ペダルは車体センター寄りにオフセットしている。従って運転中には両足についてオフセット状態を強いられる。 シートは前後席ともプレスしたアルミ合金の湯担保状のフレームをベースにゴム紐とウレタンフォームでクッションを整えてビニール表皮を貼っただけという軽量かつ簡素な構造である。研究用車両として富士重工が購入していたシトロエンに CV を彷彿とさせる内容で座り心地は当時としてはまずまずの水準であったという。シートポジションはネジで あらかじめ調整する必要があった。リアシート乗車時には、フロントシートはラッチを外して、背もたれを前傾できた。開発当時、スバルに限らず、大衆車には贅沢装備といえるものは与えられなかった。当初のスバル360の車内設備としては、エンジン排熱の冷却風を利用したヒーターと、手動式のベンチレーターがあるのみだった。ラジオはオプションで装備できた。 上員の激突時に備えると同時に豪華さを演出するためのクラッシュパッド、その他多くの軽機類が追加されたのはエンジン出力が向上し量産効果でコストダウンも進んで性能、コスト配分に余裕ができた後年のことである。競合車種並みのデラックスな内容が求められたのが理由である。スバル360のエンジンのカットモデルを車体前方側から変速機、 作動装置と一体である強制空冷にストローク直列2気筒、356cc エンジンを車体後部のエンジンルームに横置き搭載している。当初のスペックはグロス値で 16PS4500rpm であった。このエンジンは試作段階では TB-50 と呼ばれ、後量産化に際して EK31 と解明されている。 富士重工は汎用小型エンジンでは早くからクランクケース圧縮式の空冷にストローク方式を採用しており1955年からはラビットスクーターにも導入して成功を収めていた軽量かつ簡素で出力も稼ぐことができ製造コストも安く当時としては妥当な選択と言える直列に起動としたのは出力確保振動コストなどを 総合的に配慮した結果であった。伊勢崎製作所チームのテスト台車での開発当初は、西ドイツボルグワルト製の 400cc 前輪駆動車、ロイドイル P400 の2ストローク2気筒パワーユニットで代用し、その後完全な新設計の自社製 TB-50 エンジンに移行、1957年完成の試作車にも、この新エンジンが搭載されている。 また三鷹製作所チームによるエンジン開発の当初もロイト 400cc エンジンのヘッドやピストンを 360cc の富士重工オリジナル仕様に交換してテストベンチにかけることで事前のデータ採取を行っている EK31 系は改良を重ねつつもスバル360の標準パワーユニットとして一貫して使用され出力は後 18PS 20PS と増加、最終型では後日するスバル450の最高出力をもしのぐ 25PS まで出力、向上した。横置き配置としたのは前後方向の小スペース化に加え、コストダウンの一環でもあった。縦置きエンジンでは駆動系の部品として、駆動軸方向を直角に変向きするスパイラルベベルギアが必要になるが、横置きエンジンなら、車軸と、 平行なのでこれを省略できたのである。スパイラルベベルギアの歯切り加工は当時の日本製工作機械では性能が不十分でアメリカグリー損社製の有料な歯切り装置を必要としたがこれは極めて高価だったのである。富士重工はすでに1956年ラビットスクーター S61 型にスーパーフローの愛称で変速機代用のトルクコンバータ使用車を 設定していたが、スバル360については堅実に一般的なマニュアルトランスミッション仕様とし、乾式単板クラッチとノンシンクロメッシュの全身3足、後進1足手動変速機の組み合わせとした。なおかつ、エンジンと駆動輪が近接していることから、トランスミッションとディファレンシャルギアは一体にケーシング、されたトランスアクスル構造となっている。この変速機も、 エンジンと平行配置で当然ながら横置きとなった。シフトレバーはフロア式で発売当初は横置き変速機を特別なリンケージなしにロットで遠隔操作する制約から普通の縦置きエンジン自動車のような縦 H 型でなく横 H 型のシフトパターンとなっていた。しかしさすがに実用面では普通のパターンの方が良いということになり、 1960年に変速機のシンクロメッシュ化に際し、動作方向を直角で変えるリンクを加えて、ノーマルな縦 H 型パターンに変更された。1964年4月には、電磁粉体クラッチを用いた、クラッチペダルレスのオートクラッチ搭載車も追加された。トランスアクスルのデフギアブから出た左右ドライブシャフトは、軽量化のためシャフトチューブなどがない露出状態となって、 おり、外端でトレーディングアームにつられる。そのデフニア側、タイヤ側それぞれにカルダンジョイントが備わっているが、簡素化、軽量化のため、シャフト自体には伸縮するスプライン等を備えていない。したがって、車輪の容動によって生ずる音圧はシャフト及びジョイントに直接かかることになり、強度面で不安視もあったが、実際にはこの構造自体に起因するトラブルは生じなかった。 シャフトの有効調を可能な限り伸ばして実質的な陽動角度を抑えるためデフギア側のジョイントはギア内にめり込んだような作りになっている燃料タンクはエンジンルームの直上に配置しているタンクの蓋に小穴を開けてありエンジンオイル混合燃料が重力で自然流下する二輪車同様の仕組みで燃料供給ポンプは不要であったなお後年 1964年式中途からに、ストロークエンジン用オイルを別体タンクに補給して、メインタンクは通常ガソリンを補給する分離給油方式に移行し、三ニ工業製のオイル専用ポンプを追加している。分離型では、アクセルペダルと連動したワイヤーで、エンジン流入前に自動混合を行う。したがってうまく連動が行われないと、エンジンの焼き付き、バリ付きを起こすことがあったという。 また当初は独立した燃料系、エンジン回転系がなく燃料ゲージがタンクの蓋に装着してあり、これでタンク内の燃料残量を見る必要があった。やはり二輪車同様に燃料コックにリザーブポジションがあり、燃料残量が少なくなった場合、コックを切り替えて走行するようになっていた。後年のデラックス化過程でダッシュボードに燃料系が追加されている。 クーレーリアエンジン方式の弱点として、冷却対策が挙げられる。試作者では、暑い時期には、オーバーヒートしがちで、冷却風の取り入れ、排熱の排出などに多々苦労した末、熱気が上昇する流れも配慮して、リアのエンジンフードのルーバーから、排気、車体側面に設けたグリルから吸気という、冷却風レイアウトを決定した。キャブレターへのエア吸入は、 車体後部からだとホコリを吸い込みかねないという器具から、前期型では、車体先端にダクトを伸ばして、ここから吸入していたが、フロント吸入になると、今度は先行車の立てる砂人を吸い込む事態も生じる。ことや、1960年代中期になると、道路整備が進んで、ホコリ問題が改善されてきたため、1965年型から、車体後部吸入に変更されている。 開発中、エンジンの排気ポートには、オイルの燃えかすであるスラッジやススが、工場的に詰まり、パワーを低下させた。ポート形状変更など様々な工夫がなされたが、根本的解決にはならなかった。最終的に、オイル添加剤、ペンタルーブの採用で、数千キロメートルにわたりススの付着を抑制できるようになり、ようやく長期間オーバーホールを要しなくなった。このため、 スバル360は、純正添加剤として、ペンタルーブを指定していた。なお、K1 0開発にあたって、菊池商事率いる三鷹製作所チームは、パワートレーン1歳の開発を担当したが、K1 0全体の開発統括とボディシャーし、サスペンション開発、そして走行試験1歳は、桃瀬新六来瀬崎製作所側で進められていた。このため重敵立場となる。 三鷹チームは連絡業務のため遠く、伊勢崎まで出向かねばならず、交通、通信の不便な当時、課長の菊池自らがラビットスクーターに乗って未舗装の悪路を伊勢崎まで走る過酷な出張を頻繁に強いられたという。喧嘩装置は前後ともトレーリングアームに横置きトーションバーとセンターコイルスプリングを組み合わせた極めて軽量、小スペースで サスペンションストロークの大きな四輪独立喧嘩構造である。ポルシェタイプのリアサスペンションはスイングアクスル式に分類される。自動車用トーションバーは当時の日本に製造しているメーカーがなく、富士重工は大手バネメーカーの日本発情に新たに開発、製造を要請した。 当初の試作品は削り出し加工で作られ、1台分4本が合計4万円にもなる法外差で、車全体の予定価格の1割近くに達した。しかもメーカーの経験不足もあり、ぶどまりよく製品を作れず、試験中に破損することもしばしばであった。その後、品質面で改善が進められ、また単造での製作が可能になって、量産体制が整ったことで、 発売時点の価格は4本で数千円レベルに引き下げられた。このトーションバーと連結されて車輪を支えるトレーリングアームも軽量化と強度確保という相反する課題のため破損属質に悩まされ高価だが強度の高いクロームモリデ電工を材質に使うことで解決している。サスペンション方式に前後ともトレーリングアームを採用した背景には やはり横置きトーションバートレーリングアームレイアウトのフォルクスワーゲンビートルの影響も垣間見ることができるが特にフロントサスペンションのコンパクト化という点では普通小型車サイズのビートルに比して格別に徹底されたものがあったこれは口述の通りフロントシートのレッグスペース確保に絶大な効果を発揮した長径両車の開発における問題点の一つは 積空差が著しく大きいことである。運転者1名のみの場合と、4人フル乗車の場合とで、車両の操縦量には 150kg 以上の差が、生じ空車重量 350kg を計画している、自動車には大変な重量差である。このような条件で、フル乗車時でも最低限のロードクリアランスを保証し、サスペンションストロークも確保しながら操縦性と、 乗り心地を常に良好とすることには非常な困難があった。対策として当初考えられたのは、トーションバーの他に補助スプリングとして、車体前後中央にエンジン動力で油圧を得て作動する補助スプリングを装備することだった。シトロエンが同時期に実用化していたハイドロニューマチックシステムに近い発想であったが、試験では油圧スプリングユニットのオイル漏れを解決できず、 油圧ポンプについても搭載スペース難や、これを駆動するだけのエンジン出力余裕の難な,など、多くの制約があり、コストや開発機会も厳しかったことから、結局実用化は諦められた。代案として、油圧スプリングを装備予定だった、中央位置に補助のコイルスプリング1機を装備することになった。トーションバーに一定以上の大きな荷重がかかれば、機部に接続する。 このセンタースプリングが働き、ダンピング効果が生じるわけである。これによって実用上の基本的問題はほぼ解決された。スイングアクスル式サスペンションでは避けて通れない。問題として、リアのジャッキアップ現象があるが、後にスバルでも横転事故の事例が多発するようになった。当初、前後輪それぞれにリンクされていたセンタースプリングは横転対策として、 リアサスペンションの合成を確保するため、後部の接続を止め、後輪は、トーションバーのみの指示に変更された。同時に、後輪用トーションバーは、径を太くし、タイロール構成が高められた。またダンパーについては、当初コストの制約から原始的なフリクションダンパーを、用いざるを得なかった。これでは、定量的なダンパーとしての効果には、不満もあり、後に、油圧ダンパーの価格低下で、 そちらに移行した。当時の日本の自動車業界では、小型車の場合、乗り心地とアクロへの耐久性、等波性はおよそ相反するものと考えられていただけに、アクロをふわふわといなして快適に走行できるスバル360のサスペンションは、簡単をもって迎えられ、愛好者の間では、スバルクッションと称された。もっともスバルの場合、 やはりタイヤの小ささゆえにロードクリアランスの限界はあり、スプリングが最も圧縮される4人定員乗車時に悪路の深いわだちに差し掛かると時としてそのままでは乗り越えきれない事例も生じた。この場合、対処は至って単純でドライバー以外の1人か2人を一旦路傍に下車させるだけである。即座にスプリングが伸びて車高が上がる。そしてお荷物の下車要員たちは 道の行く手で、わだちが浅くなるところまで、スバルの後を歩いていくのだった。1960年代、モータリゼーション黎明期の田舎道や山道で時折、見られた、牧歌的情景である。1955年から1957年頃、軽自動車のタイヤには既存の企画品が用いられる、ことが多かった。例えば鈴木の、鈴ライトは、 ダットン用の大きな14インチタイヤを用いていたが、これは軽自動車用には分布相応で大きくてかさばり、しかも重いタイヤだった。またミ江製作所のフライングフェザーはリアカー用タイヤとワイヤースポーク装備であり、他にもスクーター用9インチタイヤを用いる零細軽自動車メーカーなどもあったが、もともと4輪自動車用ではない代用タイヤでは、性能面で限界があった。 これらの状況は翻っては、出来合いのパーツを多用せざるを得ない、小規模メーカー、アッセンブリーメーカーの限界とも言えた。かように、タイヤが超小型車開発における、文字通りの足かせになっていた状況で、富士重工技術陣が、スペース効率と軽量化の追求を目指し、必要なタイヤサイズを極めてコンパクトな、10インチ級と割り出したこと、なおかつ、 従来日本で製造されていなかった自動車用1 0インチタイヤを新たにブリジストンに開発依頼したことは画期的であった。ブリジストンと富士重工はこれ以前からスクーター用タイヤの納入で少なからぬ取引関係があったのでその方面からのアプローチが活かされたわけである。軽量化のため補強コードを通常の4プライでなく半分の2プライにしたが 二プライで四プライ並みの強度という富士重工の要望は厳しいもので、テストではパンクも頻発し、ブリジストン側も実用域に達するまで苦心を重ねたという。同時代にイギリスの BMC で開発されていたコンパクト車のミニも専用タイヤとして、ダンロップで新開発させた10インチタイヤを採用しており、同時期の着想として興味深い事実と言える。 スチール製のタイヤホイールについても普通車並みの重い合わせリムを避け、外枠のみで軽量な割りリムとした。これはルノー 4CV など小型軽量車で多くの先行例があったが、特にバネした重量軽減策として少なからぬ効果があった。ステアリングギアはラックピニオン式である。当時はウォームローラー式などが主流の時代で、 日本で普及していたラックピニオン式の実例は、ヒノルノー 4CV など少数に限られていたが、スペース効率に優れ、軽量かつ簡潔で操縦性も良いことから、採用された。ブレーキは当時としては、一般的な油圧式の送輪、ドラムブレーキである。電装系は当初から電圧を 12V として設計された。1950年代中期以降、 普通乗用車が6ボルト電装から12ボルト電装に移行し始めていたものの、小排気両車についてはまだ従来からの 6V が主流であったが、スバルはミニカーながら電圧が低下しにくく、細い電線で効率よく、電気を送れる高圧の 12V を採用したのである。また方向指示器についても、当時の数勢に沿って主流化しつつあった、リレー式の電気フラッシャーを当初から採用し、 1950年代中期まで主流だった腕儀式は採用しなかった。なおリアのフラッシャーカバーは1960年代まで一般的だったブレーキランプとの兼用であり、これはサイズやデザインの変更はあったものの製造終了まで変わらなかった。スバル360という社名は富士重工社内で発案、決定されたものではなかった。佐々木活造は まだ社名が未定の時点で、桃瀬から初めて開発した乗用車の名はスバル1500であった、と聞き、独断でスバル360のロゴマークを作った。それを桃瀬にデザイン提案したところ、そのまま社内の承認プロセスに乗ってしまい、自然と名称が決定したという。佐々木によれば、桃瀬進6をはじめとする富士重工開発人の間でも、スバルを ペットネームとして用いることは暗黙の了解となっていた模様である。なお、この車に付けられたスバルのエンブレムは、富士重工の車内募集案に、佐々木が手を加えたもので、何とかのデザイン変更が行われているが、基本モチーフは継承され、現在でも富士重工業のマークとして踏襲されている。試作1号車は1957年4月20日に、完成。 合わせて5台製作されたが、それぞれ過酷な試験走行に供され、量産に向けての貴重なデータを集めた。当時の試験走行は、伊勢崎から高崎までの未舗装道路を往復する1日あたり16時間 600km の長距離連続走行テスト、そして伊勢崎から赤城山山頂付近までエンストなしで往復する途半テストであった。試作車のエンジンは、 国使されて、ほぼ毎日故障したため、三鷹製作所から伊勢崎に派遣された技術者が徹夜で、修理、調整し、翌朝には再び、試験走行が繰り返された。当時未舗装であった赤城山登山道路の標高差1000メートル、近い連続急行バイク間は、当時の普通乗用車でもオーバーヒート覚悟の登山道であり、4名乗車してのスバルの試験中も、 幾度となくエンジンの加熱に阻まれた。潤滑や材質変更、冷却対策を迫られたこれら問題も徐々に解決され、最終的に試作車が赤木さんを全開、ノンストップで途半可能となったのは、運輸省の認定試験を目前とした1958年2月4日であった。マンマシンの昭和伝説によれば、この試作車には、 プリンス自動車の中川良一やトヨタ自動車の長谷川達夫といった競合他社の設計者も試乗している。1960年代後半以降は各社間の競争が激化し、また機密保持の点からも他社エンジニアに開発中の試作車を触れさせるなどはありえないこととなったが、1950年代後半当時の日本では自動車メーカーの枠を超えた技術交流会があり、 各社の開発人が相互に試作車を乗り比べすることもあった。長谷川は製造上の問題として外反の継ぎ目線を指摘していた。運輸省の認定試験は1958年2月24日から行われ、テストドライバーは富士中工業社員の福島時代が担当した。運輸省、村山試験場での試験前には床下に付着した泥を丁寧に洗い落とした。 続いて運行試験が箱根、小田原等で行われた。小雪が混じるような寒い日であったにもかかわらず、負担となる重量をわずかでも減らすため、ドライバーの福島とナビゲーターの坂口明は、つなぎの作業着のもとに薄い下着だけという非常な軽装で乗車した。箱根の試験では運輸省の職員2名が同乗しなければならなかったが、一人の職員は、 スバルがあまりに小さい車であることに恐れを抱いて乗車を拒み代わりに1名分5 5ラムの重りが乗せられたという。認定試験では箱根越えの試験コースを予定以上の快速で途半、軽量差に加えて福島のエコラン運転の努力なども功を奏してリッター2 4 5トルの燃費を記録するなど高成績を収めた。また運輸省。 村山試験場でのコーステストでは、制動距離、振動特性など多くの項目で、同時代の国産小型車同等か、場合によってはこれを上回る優秀な特性を記録した。最終的に発売時のスペックは、空車重量 385kg、エンジン出力 16PS、最高速度時速 83km となり、目標よりやや重量を超過したものの、 ほぼ計画した通りの性能を満たした。スバル360の市販開始にあたり、公式プレス発表会が開かれた。日時は1958年3月3日正午より、会場は東京都丸の内の富士重工業本社であった。プレス発表というイベントに慣れていなかった富士重工のスタッフは実写なし、カタログのみで発表を済ませようとしていたが、斬新な。 新型車を期待して退去参集した報道陣から実車はどうしたと催促され、急遽2台のスバル360がトラックで伊勢崎から東京本社へ届けられることになった。夕方4時まで辛抱強く待った記者たちは到着したスバルを代わる代わる運転し、その乗り心地と走行性能を体験することになった。反響は目覚ましいものであった。 国内の自動車メーカー各社からも関心を持たれ、国内メディアのみならず、イギリスの老舗自動車雑誌、オートカーが、これはアジアのフォルクスワーゲンとなるだろうと、好意的に評するなど、欧米の自動車雑誌にも取り上げられ、当初から強く注目される存在となった。販売1号車の顧客が、松下幸之助であったことは有名である。富士重工業はすでに、 ラビットスクーターの代理店もこそ整備していたが、一般向けに四輪自動車を販売したことはなく、スバル発売に際してはそのディーラーも整備から始めなければならなかった。このため、販売店については既存のスクーター代理店、既存の四輪車、ディーラー、商社などを利用して各都道府県に手配された。当初のディーラーは、東京地区では、主として伊藤忠商事、 また、大阪地区では、高木産業で、全国一斉販売開始ではなかった。一般向けのお披露目は、1958年3月28日から30日に、かけて、東京日本橋にあった白木屋デパートで行われた。後期最終型1958年型の、販売台数は385台である。この数でも当時の軽乗用車販売数としては、 大変な実績であったが、実用に耐える性能が、市場から評価されて、売れ行きを伸ばし、1961年度型は1万7000台を突破した。比較的短期間で販売網を整備し、また姉妹車として、新たに開発した本格的軽四輪トラックの、スバルサンバーを1961年に発表して、 これが大成功を収めたことで、新規参入メーカーにとっての障壁となる販売網の弱さを改善できた。これにより、四輪車メーカーとしての基盤固めができたことは、富士中工業にとって幸運であった。1960年10月にはスバル360と基本構造を共通としつつもデラックス仕様のボディと、オーバーライダーのついた大型バンパー、423。 CC エンジンを備える小型車規格の上級モデル、スバル450が発売された。その後の手こ入れとして1963年5月に実施されたマイナーチェンジでフロントバンパーの中央上部にカンガルーバーが装着されたスバル450デラックスに解消されたものの、結果的に差したる実績は収めることができず、1966年4月を もって生産終了し、その翌月に小型普通車としての事実上の後継となるスバル1000が発売されたのに伴いそのまま販売終了となった。なお、日本国内におけるスバル450の総販売台数は1549台で、販売開始から販売終了までの月版平均台数はわずか23台だった。 1962年に発売されたデラックスが装備の松田キャロル3 6 2に構成をかけられたが、重い車体に重い水冷4気筒エンジンを積んで、重量の加算だキャロルに比し、軽いため動力性能で勝るスバルは、デラックスモデルの導入で巻き返しに成功する。同時期には、三菱はミニカ、ダイハツはフェローで、 軽乗用車市場に参入してきたが、知名度と販売力を高めつつ、出力や装備類を増強し、また、長期の量産効果によって値下げも進められたスバルの、周囲は揺るがなかった。しかし、1967年に、ホンダ技研工業から、桁外れに、高性能で低価格な、ホンダ N360 が発売されて、以降は、販売が伸び悩み、 軽自動車市場の販売台数種をホンダに譲った。このため、通常モデルでは N360 に対抗するため最終的に 25PS まで出力向上されたほか、1968年8月には若年層を狙ったスポーツモデルとして 36PS を発揮する EK32 型エンジンを搭載したヤング SS と 25PS だが内外装をスポーティーしようとした。 ヤングエスを発売したが、基本設計の古さによる、陳腐化は否めなかった。1969年8月に、後継者スバル、R、R-2 が発売された後もしばらく併売されたが、翌1970年5月に生産を終了した。スバル360はごくわずかであるが、左ハンドル仕様も生産され、当時米国統治下にあった沖縄にも輸出された。 輸出仕様においては、軽量化のための透明アクリル板製のリアガラスが強化ガラス製になるなど、国内仕様とは細かい違いがある。また、米国本土では、ラビットスクーターを輸入していた実業家、マルコム・ブリックリンらによって販売されたこともあった。しかし、非常に小型であったことや、折からラルフ・ネーガーによって指摘されていた、シボレー・コルベア、 フォルクスワーゲンビートルなどのリアエンジン車の安定性問題にも影響され大きな実績を上げるには至らなかった。輸出仕様は排気量を拡大したスバル450を解消したスバルマイヤであったがマイヤの名は後に三代目スバルレオーネの特別使用者にも使われた。2016年7月25日に日本機械学会によってスバル360が 機械遺産に認定された。ウィキメディアコモンズには、スバル360誕生の地に関するカテゴリーがあります。スバル368章の工場である、伊勢崎製作所第2工場は解体後に商業施設として再開発され、その一角に、スバル368章の工場連画壁モニュメントが整備された。 同工場はもともと1912年に上下年始が建設し、1941年に中島飛行機が買収した歴史ある工場であったが、事業縮小に伴い2001年9月に閉鎖され、解体工事が2003年4月に完了した。この時、戦災をくぐり抜けてきたレンガ作りの小切り屋根工場を保存すべきとの声を受け、跡地に立地する商業施設の一角に、 レンガ壁の一部が移築された。ありがとうございます。